はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらホンダ元コンポです。すごい、これでもそんな大きくないですよね、元コンポってね。そんな大きくないです。でもなんかどっかにやっぱ車に入れると大きく感じる。感じる。今日はね、ツイッターで仲良くなりましたドヤちゃんさんにバイクの方をお借りして、今日はレビューしようと思います。あ、どうもこんにちは。こんにちは。いや、可愛いですよねこれね。これホンダEにさっき実は積んできたんですけど、もうギリギリっていうね。サイズがギリギリっていう。すごい。ホンダ元コンポということで、型式が AB12 になりますね。1981年からということで、元子というあだ名で、根強く親しまれてましたね。全長がわずか1185ミリしかないということで、装備重量は、なんと45キロなんですよね。なので大人であればなんとか一人で持てるといった感じになりますね。なんとね、モンキーの 50cc と比べてさらに小さいボディになると、ホンダのねシティの、後部座席に詰めるといったバイクになります。でちなみにちょっとこの開発者としては、ホンダのね2代目社長となる、川島さんのプロジェクトだったらしいですね。まあそれがね、ホンダ総一郎賞となってこの今の形になるというわけですね。ではちょっとね、こちら移動しようと思いますので、ドヤちゃんさん組み立てていただいていいでしょうか。いい。あ、こんな開き方すんの。すごい。え、これ、あ、ここで一応ロックするんですね。噛み合うんですね。あ、このね、タンクの構造がガソリン漏れしないように変わってるんです。見たことないですよね、こんな構造。おお。ホンダ、これあれなんですね、さっきちょっと聞いたんですけど、純正じゃないんですよね。純正は黒いなんか合皮ので、これね、このアップって書いてるの、これを上向きに横倒しすると、まあオイル漏れがしないというステッカーになりますね。横倒し時って書いてます。あ、こうね、ステップが出てくるんやな。あ、もう何キロ走ったかっていうのはもうわからないっていうか、これっていうか、これおもちゃみたい。かわいい、これ。40、あ、一応50キロまでメーターあるんですね。これ実装、どんなもんですか、ノーマルのままだと40キロ出ればいいですからぐらいですね。ああ、それでも40キロ出るんですね。そうですね。これで40キロ出したら結構怖くないですか。ハンドルもね。ね、ハンドルもね。だからちょっとでも早くできるように、ちょっと変えたりとか、出したりとか。あ、ちょっといじってるんですね。そうです。変速を変えるっていうのもありますし、はい、エンジン積み替えるっていう改造も。当時出てたカレンっていう原付があるんですけど、はい、カレンのエンジンそのまま乾燥できるんで、乾燥したりとか。あ、こんな小さいボディに乗るんですか。そうなんです、そうなんです。カレンは全くエンジンが同じでちょっとスピードが出るのかな。は、変速機をロードパルっていうのに変えたりとか、あとディオのエンジン積んだりとか。あ、ディオも積めるんですか。そのままじゃちょっとできないですけど、あ、だいぶ改造して、ジョグのエンジンついてたりとか。ジョグとかディオつけたらめっちゃ走りそうですね。めっちゃ走りますとか。話に聞くには、高速乗れる仕様も、150cc ぐらいにして、はい、そんな自殺行為ですね。
疲れ様です。次は絶対勝つ。よし、では元コンポちょっと今から試乗の方をさせてもらいます。いや、どんな乗り味なんでしょうね。っていうか可愛いな。よう見たらほら、こう無限のなんかステッカーとかいろいろ、あ、なんかチャンバーも変わってる。これ熱いんかな。チャンバー、いろいろ改造してるな。ちょっと、あ、そうそう、ほんでこれタイヤね、見て、これめっちゃ可愛くない。これタイヤがね、こう靴型のタイヤになってるんですよね。ズークっていうタイヤの、はい、ズークのタイヤが はまるってことなんですね。これ純正で今でもあるということらしいです。一発一発一発いってらっしゃい。フラ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 。これもでも30キロぐらいしか出せないですよ。怖いですよね。怖くて、はい、これで50はちょっと多分出せないですね。そしたらちょっとサイズを測っていこうと思います。ちょっと待ってよ。まあ全長、まあだいたいこの辺で、あー、そっか、タイヤまで1120とか10とかそんなんですね。で、横が、やっぱ、なんやかんや畳んで、まあ、300切ってますよね。270ぐらいです。で、まあ、これ、縦はこれ全部ね、収まるんで、540ミリです。で、この本題ですよね。これが結構ね、トランクが狭くてね、ちょっと悩んではいるんですけど、まあ、今ちょっと積んできたんですけど、入れるとこが結構狭くて、これで、750ぐらいですね。ということは、こう、まっすぐ横では、ね、横向きでは入らないと。ここでも、1メーター50。まあ、真横は入らないと、どうあがいても入らないと。そう思ったらシティってすごいですね。いや、ほんまですわ。前の車で。シートポジションマックスの状態から、今これ1000、まあ、扉閉めるんで1300ですね。斜めでちなみに、まあ、おおよそですけど、まあ、1400ですね。わあ、ホンダいい、狭いよ。高さがやっぱね、これ下にバッテリー敷いてあるんで、670ですね、ギリギリね。なので、まあ結果から言いますと、まあ元コンポは乗るんですけど、まああまりおすすめはできませんといったものですね。じゃあちょっと今、これ45キロでしたっけ ?45キロ。45キロ。ちょっと、持てるかどうか一回ちょっと私いいですか、持っても。簡単に方向できる。すごいウィリー。あ、ここを持つんですね。あ、本当だ。4箇所、ここを持てと。そうです。軽い。あ、これサムネイルやな。持てんことも。持てんことないけど、まあ腰を言わさんようにっていう。あ、こういうところ、あ、これが、これチョークレバー、これチョークレバーなんですか。はい、で、これオイルのガソリン。2リットルぐらいしか入らないんで。ああ。気をつけないと。2リッターで、どれぐらい走るんですか、はい、測ったことはないですけど、まあ、ツーストなんで、はい。ご想像に。ご想像にお任せします。いや、こっから三宮ぐらいは行けそうですかね。はい、全然行きます。はい、これを車に乗せたまま、ガソリンを、入れると結構ガソリンスタンドで止められたりするらしいですね。あ、そうなんですか。ガソリンって蛍光管持ち出し禁止が、はいはいはい、じゃないですか、だから、まあ、乗せたまま給油するとガソリンスタンドの電源さんからちょっと待ってください。ああ、なるほど。そうです。まあなんかポリタンクに入れてるのかなみたいな、はい、ガソリンは持ち出しは基本的にダメっていうことなんで。なるほど、はい、勘違いされるそうです。では下ろしてすればいいみたいですけどね。
これは全部オリジナルステッカーが残ってるんですよね。ホンダ。はい。これ無限ワートから貼っちゃってますよ。こういうのが、もう、ね、全塗装とかしちゃうと、もうこういうの剥がれちゃってなくなるんで、結構こういうのも貴重ですよね。あ、これは、これなんですか？これ、ガソリンコックですね。あ、ガソリンコック。やっぱ進むときにガソリン切っとかないと。で、これステップが、あ、こういう感じで。いや、すごい。この収まり感。バッテリーなんですけど、はい、純正のバッテリーも点灯したら液漏れないようにはなってるんですが、どうしても高くて手に入らないですよね。6ボルトなんで、はい、6ボルト用のラジコンのバッテリーをここにこれラジコン、嘘、はい、ラジコンバッテリーが入ってラジコンバッテリーで動くのこの子、はい、みたいな。昨日ね、ウインカーがちょっとあまりバッテリー弱そうだったんで、あの夜中にちょっと充電してました。あ、家で充電してなんかホンダ E みたいじゃないですか。電気バイクみたいじゃないですか。ちょっと充電してあげないと、はい、はい、こんな機構がついてる。うわ、何これ。ワイヤーで。え、ワイヤーが、はい、マジでワイヤーで、まあ、どっかにくくったりとか。へえ、いや、思ったんですよ。これね、ちょっと調べてたら欲しくなったんですけど、絶対チェーンいるなと思ってたんですけど、あ、これただ、まあ、簡単に切られる。簡単に切られそう。で、まあ、くくりつけて。あ、こんな、こんなところに。あ、はいはい、これで。これで、ここで、ああ、なるほど。まあ、電柱でもね。まあ、でも、すぐ取られるでしょうね。いや、これは、すごいですね。やっぱ、あの、日本車が考えるアイテムですよね。なかなかの構造やと。いや、こんなん、バイクで、この元コンポぐらいじゃないですか。すごい。さすが、ホンダ。もう購入は 5年前ってことですか。実家が車屋さんをしてまして、はいはいはい、はい、僕が物心ついた時ぐらいに倉庫の隅でずっと寝てたんです貴重な。ほこりコーティングをされての。あ、その時はもうあれなんですか、中古として新車じゃなくて。どっかから引き上げてきたそうです。ああ、買い取ったかなんかで。なるほど。置いてて、え、これもらっていいというちの、まあ、社長が、はい、持ってけみたいなこと。それは自分で直しようと言われて、ちょこちょこ直して。すごい、はい。そしたらドヤちゃんさんはそういうオフ会的なやつもやるんですよね。そうですね、西宮にあるライダーズカフェ、はい、インザシーっていうところがあるんですけど、ね、インザシー、はい、バイク乗りたち御用達の、はい、海辺にあるカフェ的な。なんかちょっとあの辺ハイソで、はい、いいところですよね、なんかね、はい、で、まあ、まあ、もちろんこの旧車元コンポ、はい、スクーターミーティング、はい、もそうですし、その他ね、例えばホンダだけ集めたりとか。ああ、じゃあ、そう、車も集まったりするんですか。車もね、あの珍しいやつはやっぱり、ね、あ、旧車とか聞いたり、ホンダ祭り的。ホンダ祭り的、ちょっとぜひとも呼んでくださいよ、それ。結局はあのシティ断念しましたわオークションのあれね、40万ぐらいまで行ってました。でもちょっと今日もこれでホンダ E には無理やっていうのがちょっとこれはもう無理やな。どんな感じで動画撮りましょう。なんかとりあえず下ろすところから始まってはいはい